はい、皆さんこんにちは、マダルグリフィッシュです。今回はギレンネボージョン独立戦争記ジョング編難易度ハード続きをプレイしていきたいと思います。地球侵攻作戦順調に進んでいて、前回はですね、手薄になっていた連邦軍の基地キリマンジャロを攻略しました。今回はその続きになります。今回の攻略目標は北京になるんですが、この北京はですね、連邦軍の守りもかなり固そうなので、ジオン軍も大兵力を投入する予定です。まずはですね、キャリフォルニア、まあ、北米にいたドズル、これを一路北京に向けて出撃、さらにマドラス基地を攻略して部隊の再編を行っていた有利の部隊、これも陸路で北京を目指します。さらにさらに宇宙からはギレン総帥自らこの北京めがけて降伏作戦を展開するという、まさに総力戦という戦いをしていきたいと思います。では時間を進めていきましょう。北京に部隊が、では北京の攻略作戦始めていきたいと思います。そうそうたるメンバーですね、ギレンが大将、ドズルは中将、コンスコンとユーリがそれぞれ少将というところで大部隊の編成ができていますね。まずは包囲、これは絶対入れたい。あとは夜襲もちょっと入れて敵軍の命中率下げちゃいましょう。それに防御陣形を入れて全軍の士気アップ、電撃戦も入れます。いや、こんだけ策略ポイントがあると潤沢に使えていいですね。では作戦の開始です。まあ、やはり北京ユニット数が相当多そうだなというのと、パッと見ですけども敵の航空戦力爆撃機が多そうですね。それにガンタンクもそれなりに数が揃ってるのかなという印象があります。さあ、我々の配置なんですけども、ご覧のような配置になってます。敵軍に向けて、まずはですね、有利の部隊と、あとは、宇宙から投下してきたコンスコンとギレンの部隊が、マップの下側に、そして、太平洋を渡ってきたドズルの部隊がマップの右上と出てますので、まあ、これはもう単純に、上下から挟み撃ちするような作戦でいいかなというふうに思います。まずドズルの部隊なんですけども、残念ながらシャアがですね、イベントで任務に出てしまったので今シャアが持っていないという状態ですね。まあ、ただここにはですね、ドズルザビ中将がいますので、まあ、十分にね、指揮を取ってもらえるかなと思います。ギレン総帥のところにはですね、ランバラル隊を配置してあります。ランバラル人におなじみのハモンさんだったり、クランプ、コズン、アコース、このあたりを配置してあります。そしてコンスコンのところにはですね、ガトーを入れてあります。ガトーといえば、あとはケリー・レズナー隊とかね、このあたりもこのガトーを配置したコンスコンの部隊に入っているという状況です。では、モビルスーツ隊の展開が完了しましたので、敵基地中心部に向けて、進出開始していきましょう。
ここから2ターン目に入ります。よし、この調子でどんどん行く。大軍同士の激突となりましたが、損害は、まあ、かなり抑えて、勝利することができたと思います。北京の攻略完了になります。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きをまたプレイしていきたいと思います。